はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、ユニットすげー増えたんで、数えてみたらこの18ユニットいましたね。で、ソロメンバーがちょっと足りてないかな。全員埋めようとすると少し余りが出ちゃうんで、で、多分まあ全員は出せないと思うんで、もういないメンツのところは待機っすね。で、10ユニットだったら8ユニット半分くらい、まあ余る感じになるんで、もう少し総出撃数を増やしたいといえば増やしたいっすね。じゃあこのまま次へ進んでいきましょう。何が起きた？状況がわからん。空間転移をしたかもしれないな。そんな感覚があった。うん、転移装置で移動した時の感じにそっくりだったよ。オーク巨樹の崩壊の際に次元を歪めるほどの力が放出されたということか。時空の門にキングサリ、あの辺りの空間は不安定になっていたんだと思う。じゃあここはどこなんだ？降りられる場所なんだろうか。窓には防御用のシャッターが下ろされていて分かりませんね。はーい、皆さん注目。状況を説明するのね。さらりと。ブリーフィングルームみたいなのはないの？あ、博士、状況はどんな感じですか？待機成分などは問題なし。見た感じはこんな感じ。シャッターオープン。草原に森、それに木が立ってるね。私たちの時代じゃなさそうだけど。なんか遠近感がおかしくないか。あの木でかくね？ぬ、すさまじき大きさなり。根元にあるのは町か。美しくなったオーク巨樹という感じだな。思わず花見の準備をしたくなるよ。ほう、こら酒がいるの。ふむ、なんとなく見たことあるような木じゃが、初めての場所のようじゃな。降りてみよう。町があるということは情報が集められるはずだ。そうだな、とりあえず聞き込みだ。よし、もう少しあの木に車両を寄せてくれ、博士。そして木の近くで待機だ。了解よ。整備しておくから何かあれば連絡をちょうだいな、いつでも。博士、整備してばっかだな。大変だな、本当に。課長なのにさ、自分で整備するって。驚いたな。本当に町だ。これ桜？めっちゃいいとこじゃん。確かに、大神じゃないが、シートを開けて酒でも飲みたくなるな。先生、おでんパンはおやつに入りますか？それはおそらく主食に分類されるんじゃないかしら。浮かれている場合じゃない。ここはどこなのかを調べるのが先だ。それに町の雰囲気も何かおかしい。うん、みんな閉じこもってるって感じ。とりあえず情報を集めるのが先決ね。話を聞くとなると、宿屋か酒場というのが定石だ。この規模の町ならあるはずだが。ふむ、看板は出てないかの。この水は飲めますとか、バーへどうぞとか。看板っていうと、あの建物はどうかな。まあ言語が通じるっていうのがすごいっすよね。確かに宿らしいな。こいつは頂上だ。入ってみよう。こんなゾロゾロ入んのか。新しい仲間と出会えたりしたらいいですね。酒場で仲間を雇うというのは定番だけど、やっぱりワクワクするな。職業みんな違うからな、こいつら。まあジルとかクリスは一緒かもしれないけど。ふう、やっと戻ってこれたな。ああ、まさかまた知らない異世界へ行くことになるとは思わなかった。星組の眷属の残党、それに金の鎖か。問題がちっとも減らねえな、ったく。だからこそ、できることからしていかないと、まずはこの届け物からかな。あ、届け物？エステリーゼ様がお召し物を仕立てられたとのことで、それをお届けしなければならないんだ。服ね、ったくエステルのやつ、騎士団にそんな使いっぱしりさせてんのか。お姫様のお守りご苦労さん。別にそれだけのために来たわけじゃないよ。この町の巡回も任務だしね。ふーん、そういや最近ここいらで魔物が増えているんだったか。そうなんだ。町の人にも不要な外出を控えてもらっている。それだけじゃない、この近くで正体不明の赤い飛空艇を見たという情報もある。そりゃ目立つもんな。それってまさかどっからかこっちの世界に入り込んでるやつがいるってことか。たく、次から次へとエステルにも釘を刺しておいた方が良さそうだ。あいつ時々一人でフラフラと牛乳だのなんだの買いに出たりしてるからな。ん？待て、ユーリ、あそこにいるのは。おいおい、噂をすればってか。宝箱がある町に。なんで町に宝箱が置いたんだ。
あの後ろ姿、やはりエステリーズ様。おお、間違いねえ。おい、エステル。てんてんてん。なんだかご様子がいつもと違ったような、嫌な予感がしてきやがった。いない、消えた。宝箱は取ってないな。よしよし、エステリーゼ様がいない。嫌な予感がするな。何かに巻き込まれたのかもしれねえ。おい、どこだエステル。隠れてないで出てこいよ。いるなら返事しろ。第21話、セガサターン、しろ。セガサターン、しろ。あれ、え、ボイス付き。誰だ。若者よ、真剣に取り組んでるものがあるか。声の下方角、上か。どうしたのだ、セガタさん、しろ。自分から問いかけといてどうしたもねえだろう。っていうか何やってんだあんた。あなたは何者ですか。セガタ。セガタ、あんたの名前か。己を愛し、己を信じ、己に勝つ。あ、遊びの道を極め、頂点に達した男。遊び？それが俺だ。それが姿三四郎なんだ。おい、フレン、分かったか、今。己を愛し、己を信じ、己に勝つ。遊びの道を極め、頂点に達した男。それが姿三四郎さんだ。ということなら、それ何も分かってねえのと一緒だろ。で、その己だか遊びだかの男がなんでハルルの木から出てきたんだ。その答えは君たち自身が見つけるのだ。ダメだ、フレン、任せた。あ、セガタさん、私は帝国騎士団のフレンシーフォと言います。こちらはギルドのユーリ・ローベルです。このハルルの町は今外出禁止です。あなたがここで何をしていたのか、それを聞かせてもらえますか。アリーが返答次第でちっとばかし面倒なことになるぜ。いいだろう、若者よ。ったく、どうして俺はこうおかしなおっさんと縁があんだろうな。で、山にこもって修行してたらいつの間にかこの木の上にいたって。いかにも木の根にサターンをくくりつけ打ち込みをしていたのだ。今時サターンかよ。話をまとめると、セガタさんは異世界の日本から来たんですね。日本、どっかで聞いたのだな。前に行った異世界だったか。なるほど、ここは外国か。世界を相手にセガサターン。意味がわからん、マジで。よく意味がわかりませんが、とりあえず屋内に移動してください。ん、最近この辺りはちょっとばっかし物騒でね、丸腰で外をうろつくのはおすすめできねえんだよ。悪いが、こいつは遊びじゃないんでね、セガタのおっさん。どうしたんです、セガタさん。遊びではない。ユーリ君、もう一度言ってみろ。あ、だから遊びじゃねえって。嘆かわしい。真面目に遊ばぬ若者たちを。体で覚えさせるしかないようだ。許せ。え、どういう意味ですか。とりゃー。ああ、フレン、これはあれだ。拳で語るってやつだ。え、いや、意味がわからないんだわ。俺にもわからねえ。わからねえが大体そうなんだよ。セガサターン、しろ。やれやれ、ダグ。エステリーゼ様が気がかりなのに、なんでこんなことに。え、戦うの？セガタ三四郎を倒す。意味不明すぎる。宝箱回収したいよ、とりあえず。こいつ、移動力を。反撃しよう。5万1000とか。あ、これ使ってきた。場外だ。遊びの道に魂を。こりゃー、さらばだ友よ。半分くらい減ったな。返す刀でとどめていくか。すごい戦闘。マジケに敵を撃つ光。いやー、手形三四郎、こんな刀で切られたらさ、普通に死ぬだろう。踏み込みが足りなかったか。1万は当たるか。でも分かってるって。ほい、よっしゃ。男の柔道着、これ回復できるよね。おお、回復した。よしよしよし、横から行くか。ブロックはなし。
ということはもう攻撃力のこれを使っていこう。神聖なる眷属総神殿ルミナンサイズ。このままやっていけば勝てるかな。反撃はしておこう。大して食らわねえし。勝負はまだ。上を使ってみるか。友人賞グレノホロ受けろ。タイミングはちょっと難しいな。よし、 OK。 そこだ。次の攻撃をして必殺技を使って終わりだな。うお、気絶した。マジかよ。ひでえ。アイテム、なぜ俺たちのアイテムを持っているお前。泥棒だな。なんとも思わないのかな。あれ、気絶直すやつが1個減ってるみたいな。誰が使ったんだ。一応150まで、あってか普通に倒したし。おお、気絶させられた最後に。見事だ、ユーリ君。いちいち声でっけえな。満足したのかよ、背形のおっさん。まだだ。俺の指が折れるまで、君の剣が折れるまで。全然元気じゃねえか。どうすりゃいいんだこれ。背形さん、今この世界は混乱しています。あなたがここに来たのもその影響でしょう。我々はそれを調査しに来たんです。お願いですから邪魔をしないでください。その調査、真剣に取り組んでいるか。そりゃまあそれなりに。ユーリ。5本、市民の安全を預かる身として命がけで取り組んでいるつもりです。そうか、若者よ。命がけで打ち込んでいるものがあるか。感動した、フレン君。君のような若者が育っていけば日本の未来は明るいものになるだろう。だから日本じゃねえっての。けど話通じたみたいでよかったな、フレン。難しい人だね。おとなしくなってくれたのはいいけど、これからどうすりゃ。騒がしいと思ったらこんなところに人が。む、おい、あんたら。ユーリにフレンじゃと。ユリフレがおるっちゅうことはこの世界は君たちの住む世界なのかい。まさかこの近くで目撃された赤い飛空艇というのは。俺たちが移動に使っているやつだ。このおっさんを連れてきたのはまさかあんたらか。日本から来たんだよな。こんなやつ知らん。なんじゃこの男、セガサ三四郎じゃなくて。あら、この人って瀬形さん。なんだ、笑い出したぞ。さくらさーん。なんなんだこれは。こっちこっちこっちよ、こっち。さくらさーん、さくらさーん。全く意味がわからん。何が起こっているんだ。また会えたね。はい。おい、何なんだ今のは。ふう、相変わらずさくら君は瀬形さんと仲がいいね。大神さん、私たちも仲良くしましょう。いい、困るよエリカ君。おがみさん。エリカ君。切り捨てる。そこまでよ。あ、はい。何をしてるんだか。もう突っ込む気も起きないが、聞いておかねばならないことがあるな。どうして俺たちの時代とは異なる過去から来た歌劇団が彼のことを知っているんだ。そうじゃそうじゃ、セガタはわしらの世界の知る人ぞ知る男なんじゃぞ。え、瀬形さんは時々ん大帝国劇場に来てくれるよ。柔道の稽古をしてもらったこともある。はい、久しぶりにお会いしました。うむ、様子を見に来てみれば。ん、あんたは瀬形か。瀬形三四郎、この人がどうしてここに。ご覧ください、瀬形三四郎です。遊びの道に魂を込めた一人の男です。おお、葉月武官のりょうくんに刑事のアクセルくんか。うららくんも頑張っているようだな。さすが有名人だね、瀬形さんは。ん、どうして未来の放送局スペースチャンネル5のことを。
瀬形三四郎は君たちの心に。言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信じゃ、ちゅうか理由になっとらんじゃろ。ああ、盛り上がってるとこ悪いが、知り合いならこのおっさん引き取ってくんねえか。それは構わないが、俺たちがここに来たのも偶然だ。元の世界に戻るためにも話を聞かないと。他のみんなは宿にいるから呼んでくるよ。待ってくれ、ジェミニ。僕たちも人を探しているんだ。その方は。人を探してるって、なあ、あれは違うのか？いるー。エステリーゼ様、いつの間にあんなところに。おい、エステル、うろついてないで帰ってこい。危ねえぞ。話題のエステリーゼ・シデス・ヒュラッセン姫ですが、そこはかとなく様子がおかしく感じます。うん、確かに心ここにあらずという感じじゃの。恋する乙女とも違うようじゃ。行かなきゃ、行かなきゃ。ところに。ベガ。よく聞こえたな。だってさ、崖の上だよ。普通に話してたらさ、何も聞こえねえだろ。お、赤ずきんちゃん。あ、いたいた。もういつまで経っても街から出てこないんだから。エステリーゼちゃんたら、め。誰だ？エステリーゼ様のご友人？違う。あいつはシャドルが雇った殺し屋だ。殺し屋だと？正解。え？ほら、おめえら。とっととそのボケナスを回収しに行きな。宝箱がいっぱいあるな。こいつらさ、どうやって出てくるの？ポンポンって出てくるけど。あの野郎、エステルに何を？って、おい、あいつの顔。あれはアンドロイド、機械人間だ。だがこれではっきりしたな。奴らもこの世界に来ている。そしてどういうわけか、エステル姫を狙っているのか。奴ら、何者か知らんがか弱い女子を許しません。盛り上がってまいりました。ですが、我々はどうすればいいのでしょうか。大丈夫じゃろ。この気配に気づかん連中でもあるまいて。でも距離は完全に詰められてるぞ。敵か。あらやだ、バレたじゃない。あらやだ、ゆっくり休んでてくれてよかったのに。永遠に寝ててえのか、こら。この子が出てきたということは。シャドルーか。面倒な話じゃ。また随分、大勢押しかけてきたもんだな。テルカ・リュミレースにようこそってか。ユーリさん、ではこの世界は。どうやら、以前とは逆の立場になってしまったようですね。ワルキューレさんにルキナさんまで、なんてことだ。もうめんどくさいことになりそう。しょうがないからみんな入ってきて。てかさ、これ町の住人さ、超いい迷惑だろう。ふん、雑魚どもが次々と。この魔物は町の外からの、どうやって入り込んだんだ。ち、この町のシルドブラスティアは何やってんだ。サイコパワーってすっごいのね、感心しちゃう。なかなか使えるじゃねえか。サイコパワーで封印を破ったシャドルどころか、ベガ自ら来てるってことなの？そのベガがエステル姫をさらおうとしている？おいおい、そっちにはお姫さんがいるのか？うろたえるな。どんなことにも動じず戦えてこそ真の格闘家である。真の格闘家？あんたはその答えを知っているのか？柔道着のおっさん、誰なんだありゃ。ぬ、あの男、極めし者か。ああ、瀬形三四郎だ。どうしてここに？修行でもしてたの？瀬形さん。格闘家の諸君、再びセガサターンに戻るべき時が来たのではないか。古すぎだろ。相変わらず勢いだけはあるの。片桐にしとくんには惜しい男やで、瀬形三四郎。道を極めると書いて極道。遊びも任侠も魂を込めろ。俺はもう片桐だが、言いたいことはわかるぜ、瀬形。ちょうどいいぜ、瀬形の旦那。手伝ってくれるか？ん？チームバシロン、まだ銃に頼っているのか？頭を使え。それ、頭突きだろ？ダセーっての。思いっきりジャンプして、真上から逆さまに落っこちれば。瀬形三四郎、どのような経緯でここに来たのかは問わない。力を貸してもらえるか？現代に生きる忍び。ホツマ君、任せておけ。見せてやる。俺の人命救助。ミューリ君、フレン君、姫を助けに行くのだ。今すぐ。そりゃ行きたいのは山々だけどよ。瀬形さん、何を？
投げつけんじゃん。ポイントを回復した。何をしているんですか。味方ですよ。待て、あの位置は。いきなりで驚いたけど、これが狙いだったのか。あ、セガタのおっさん、ドンピシャだ。名監督ユーリ・フレン。エステリーゼ様、すぐにお助けします。じゃがどうすればサイコパワーは解ける。ベガを探し出さなければならないのでは。厄介じゃぞ。こういう時はショックを与えればいいんじゃ。絶対にそうじゃから心配せず攻撃せえ。いや本当なのそれ。前にもこんなエステルと戦ったことがある。ち、嫌なことを思い出させてくれるぜ。タグすぐに戻してやるから辛抱しろよエステル。敵を押し返しつつユーリたちを援護する。行くぞみんな。行くぞみんなって言ってもさ、みんなは多分出れないでしょ。こいつちょっとここら辺に入れとこう。多分出さない。チュンリーは入れたいだろう。ストライダー飛竜が、あー桜対戦系があれだな。いやー少ないなマジで。主人公はこれ出てるってことだよね。ゴッドイーター移動力6だかんな。こいつもね移動力6あるんだよ。チームバシロン、どうする。ロックマン外すか。ロックマン外して飛竜入れるだろう。バイオハザードもな、今回外すか。バイオ外して、こいつはもう勝手に出てる。コスモスもな、結構お気に入りといえばお気に入りなんだけど、移動力が4だからな。今回ファイアーエンブレム出すか。仲間になったばっかりだし。そうするとあと一人、チュンリーだな。やっぱ移動力6は重要だから、これでいきましょう。 OK。 さてさて、こっち側には一人しかいないっていうか動き終わってるし、向かわせるか。中国、わしを見てキュンとせえ。よし、オッケー。ほう、駆け上がるわ。はい、やった。ストライダー飛竜を向かわせれば大丈夫かな。やるか。で、あとはこっち側か。俺はここだ。カイトもね、強いからね。ブロックありか。突撃リポートします。オパオパ、ウェアウルフ、燃えます。ワイドビーム、おにぎりおいしい。それでは撃ちます。銃、鳴らします。あれ、しまった。外した。タイミングをミスったな。おらおらおら。くっとれ。おらおら。押し尽くす。くっとれ。終了。PC ボディでの戦いにも慣れてきたね。俺は早いところリアルに戻りてえぜ。そうか、こいつらはリアルじゃないんだ。一番安全だな。ゴッドイーター組もいいね。やっぱり機動力高いのは。私は結合阻害団で先生。OK。こちらで引き受けます。ガードはない。正式に決着をつけます。これはでも倒せないか。ちょっと残ったな。まだチャンスはあります。8000か。マシロンこっちに行くか。機動力6あれば。で、クロムがこっち。ん、こいつはほっといていいだろう。来たら追撃しよう。ブロックはなし。少し騒がしくなりますね。方針一緒に。方針くなります。すごく。いった。今外しただろ。ただの落ち損だな。行くわよ。仕掛ける。大神はな、機動力4だからな。
通に来るね。でもこの敵の数だと絶対増援いるな。あ、しまった。ひたすら使ってくるか。最近ちょっと薄いな。でも回復ポイントがあったよね。そこまで大ダメージは食らってないな。もうここは技使ってこう。ああ、ちょっと外したか。僕たちの力な。決める。くぜ、俺たちの最高の技だ。これが武神装天ハーク。これ武器装備してないよね、こいつら。例によって聞くことも勇気か。倒す。うん、ナイトシールドしか装備してない。ギアが何にもないんで。終わりだ。ニューキャラクターはね、武器を装備してないっていうところがちょっとパワーにかけるからな、やっぱり。なぜかね、防具は装備してるんですよね。防具っていうかアクセサリーっていう分類だけど。一応回復ポイントがあるから、回復ポイントいっとこう。なんか敵が来ても嫌だしな。ピヨン。後ろから 14,514。 後ろから行けばなんとかなるっしょ。あー、しまった。ブロック持ちかー。ブロック崩しねえな、こいつら。ルミナンサイズ狙い撃つ。すごい。戦闘総実験。ちょっと順番しくじったな。まだ終わら。いてー。やはり急がせるか。こっちさ。私が相手です。横から。はい。ここで倒します。突入。切り裂いて。捕食完了。発射。撃ち抜くよ。力が湧いてくる。これならインパルス攻撃。撃ち抜く。サイレントを合わせて。どうする。4000。殺すか。毎回毎回余っちゃってるしな。で、バレッタ。準備完了しています。私たちですね。3人もいらなかったかな。こっちに派遣するのは。エンジン全開です。いいですよ。帰るぞ、こら。技使ってくるか。防御しかできないな。うわ、3000。突撃リポートします。おばあさんの中。これね、クロスで固めとかないと飛んじゃうからね。撃ってみたいと思います。銃鳴らします。と燃焼の目返し。よし、クリティカル。これ100いくか。100いけば使っちゃおう。うん、8000あるし。データドレイン。この俺に手を出したことを後悔するがいい。ギリ。ザワールドにリズムゲームの要素。おお、飛んできた。後ろからか。今度チームワークを忘れないで。逃がさない。力が湧いてくる。これならエネルギー凝縮。じゃーん。そこです。それそれ。おお、ならないよ。一応崩し状態にはなったけど。げ、こんなとこにいたのか。封印。終わりだ。完全防御だな、これは。無駄だ。終わりだ。何もできん。あ、しまった、防御しちゃった。 SP 使うからな。こんなとこに敵隠れてんのかよ。見づらい。あなたの。うわ、これが強いのかな。大神チームは。あ、あそこに宝箱があるな。とりあえずこいつも倒そう。今度はこっ
ほい。援護大成功です。ほい。ジタートビーストレーザータイムワイドビーム。おにぎりおいしい。仕上げをいきます。キュー、ギターで勝負。ほりゃ、ここはありえない。せっしろ、もらった。よせ。チャージになってもそこまで攻撃力上がるわけじゃないな。これだったら別に。逃げて。お、この俺が引導を渡してやるってか、こいつ宝箱取りに行こう。ちょ、宝箱の位置をもう少し細かく確認しよう。こっちにはさすがにないよな。あとはここに一つ、あるのが見えるのと、これ以上はマップを回転できないんで、うん、そうだな、この2つだな。こいつを始末してからゆっくりと取るか。王族の急戦か。敵の体勢が崩れた。いただき、甘いわね。本気客、金これはちょっと任せとこう。だいぶ浮いちゃうからな。私のすべてを叩き込む連結勝。その後ゆっくりとクリティカルで攻撃を仕掛ける。150溜まっているから、まずは正面から2人で行くか、横から1人で行くか、どっちがいいのかな。向こうも140%溜まってんな。ちょっと回復させてからにしよう。カイト発生を2つ使ってしまった。なんてことだ。ブロックがあるからブロックは外そう。行くわよ。アレックスキッド、ウェアウルフ、ファイアーボール、フラッシュアタック、おにぎりおいしい。すごい勢いでやっつけます。キュー、ギターで勝負。あー、このタイミングがきつそうね。間違える。一層つばめ返し、トランシュ。一層つばめ返し。最後だけクリティカル。この落ちてるとこ、今すげえギリギリ出なかった。おー、いいね、線。7000だったら普通の攻撃でいけそうな気がするな。カウンター来るね、やっぱり。うお、だがお前の運命もここまでだ。横から見えた。攻めるなら今です。ワンダーバトル作戦。オラクルの刃、捕食完了。この一戦当たるか。これだいぶ上に上がってるけど、すげえ軽いんだなこいつ。めっちゃ上に上がってる。あんなところから落ちたらひとたまりもないだろ。ああ、失敗失敗って。へ、そういうわけで契約はここまで。なんてと、割に合わねえ仕事はおしまいだって言ってんだよ。ほら、次の雇い主さんが待ってるから。ふふ。じゃあ僕の命は狙われなくて済むのか。そういうこと弁護士さん。ただ気に食わねえから今度会った時は殺すけどな。状況が変わってないよ。それじゃあね。こいつギャラいくらもらってんだろ。失敗してるけど、何にせよこれで一つ片付いた。人気あるのね、あの子。次の雇い主っていうのが気になるけど、絶対にろくでもないやつだろうな。敵が2人。てか見づらい。大神なんだ、封印されてんのか。まあいいや、普通に攻撃で大丈夫っしょ。迷える大神さん、さあ頑張りましょう。ザッツクセモノ。17000。両方ともブロック崩しだな。まずこれで、この魔法みたいなのすげえな。乙女の騎士の名のもとに。相変わらずこいつのちょっと鳴き声聞いてると俺の心が痛む。完全に昆虫をいじめてる気分だ。私も泣き。よし、こっちはあとあいつだけだから、あいつを残して宝箱をゆっくり取るか。
ストライダー飛竜。ユーリをどうするかな。後ろから行けば。でもな。落ち着いてみれば弱点も。ブロックは一応なしか。気絶すんのかなこいつ。ちょっとやってみよう。体勢を調べてないからな。でもな、なんかあんまりいい防具とかつけてないから気絶しないか。ちょっと早かったなしかも。あれこれ反撃してくるか。してきたね。やばい。回復はしておくか。カイトと派生は大丈夫でしょ。これもう増援出てこないのかな。ユーリどこだ。あ、いたいたいた。反撃は不能。こいつら肉体派のくせになんでこんな射程が長いんだ。45% だから大丈夫でしょ。ちょっとこいつは残げー気絶した。よし宝箱を取りましょう。ほい。おミラクル軍。これ攻撃していいの。あ先にこいつを倒そう。行くぜ。私の背負うのは誰だ。このキャプテンコマンドが裁く。キャプテンコルド。ミッションキャプテンコルド。受けたよ。気絶した。これで有利で倒せば決まりだな。ほい。神聖なる眷属。え、倒せないのしや。ああ、倒したか、危ねえ。さらに腕を上げたな。19レベル。腕を上げたのは君も同じだろ。リバイバルエナジー。習得可能になったってことはオートスキルか。爆発したまた。いいぜ。こいつはほっとこう。ストライダー飛竜。一応ちょっと。エステル攻撃仕掛けるか。俺たちを忘れんなよ。俺人間ガザン。ダンキンガザン。こいつって戦闘キャラなんだ。そんじゃサクサクいくよ。転がれ。どうする？はい。ドカーン。はあ。マッサッ。私のイケてる大技。死ぬがいい。いけるか。いけないか。あ、残ったけど、いや。いてー、反撃してきた。チョコザイナ。チュンリー、ここ通過しよう。もういっかな。あとは、ちょっとこいつらが邪魔だな。しかも、なぜかチュンリー狙ってきたし。お、技使ってくるか。こんなことしたくない。セイクリッドブレイン。セイクリッドブレイン。あんまり強くないな。宝箱取れるかこれ。よーし、オッケー。パイン組。じゃあこいつ、あ、動けないんだ。こいつで XP を上げて9400。要は116までたまったからチュンリーで一掃するか。ほいほいほいっと。残った。手数をもっと増やさないとダメ。攻撃力自体はやっぱそんなに強くないな。最後ゼファーで倒すか。行くよ。こいつは雑魚敵を排除。
後ろだ。トゥッツイ。後ろだ。トゥッ。経験チャップ使うか。誰だっけな。ああ、バイオハザード組が出てねえんだ。なんかいいスキル持ってないのかな。ブロックダメージ 40% アップ、獲得ゴールド 50% アップ、すげえ使おうぜぜぜファー、金はいただく。ここブロックを崩すからこうだな。まずほい、連続攻撃で勝負をかける。いいね、この私を侮るな。キャプテンコレだ、決まった。これ金いくら入ってる。あ、7800円か。下のお金全然見てなかったな。獲得ゴールドプラス 50%、 56ヒットでさらにプラスになってんのか。これはエステル、しっかりしろ。おい、この様子だともう少しで正気に戻せそうですね。注意してください、熱源多数接近。まだ戦うの。なんだ、おお、超いっぱい出てきた。我々がこんなところまで来ることになろうとは。ぼやくなジュニア、目的の娘はどこだ。いたぞ、すぐそこだ。犯罪超人たち、この世界に入り込んだのはシャドルだけじゃないの。狙いがあのプリンセスだということは、つながりがあるということだろうね。キャプテンコマンド、観測された転移反応は貴様らか。犯罪超人がシャドルと組んで何をしようというんだ。貴様に教える義務などないイレギュラーハンター。我らは我らのやるべきことをするまでその娘を捕らえろ。何、おお、でももともとさ、こうやってやればいいんだよ、できるんだから。エステリーゼ様、あ、どこかに転移したの。初めからこうしておけば良いものを。バレッタめ遊びおって。これで第一の目的を果たした。あとはこいつらを片付けるだけだ。てめえ、エステルをどこに連れて行った。ここで死ぬ貴様らに言ったところで意味はあるまい。ならば組み伏せて聞き出してやる、覚悟しろ。ユーリ君、フレン君、プリンセスは必ず探し出す。君は、じゃなくて今はいいね。はい、町に侵入した奴らをこのままにしておくわけにはいきません。ならさっさと片付けていくぞ。まあこいつらで最後だろうけど、ちょいとめんどくさいな。どうしますか。任せて。こいつら全然進んでないからな私です。まあいっぱいいるけど、チュンリーを派遣できるかな。少し待つか。ユーリからちょっと先のところで待機。ここだな。了解です。でこいつらはちょっとそのまま行こう。始めるよ。さあ行くぞ。わしじゃない。でここで待ってて、来たら迎撃する。まあ SP はもう完全に回復してるでしょう、その頃には。俺様。一応攻撃はしていくのか。痛え崩された。さてチュンリーがここから4体入るよね。 OK、 3人殺したか。これ鍛えとこっかな。やっぱり雑魚敵の始末にはかなり役立つからな。今よ、畳みかける。くるっと、ほら、いい、炸裂。これが最大のストーション、ルミナンサイズ。解除完了。ストライダー飛竜、あいつを狙いたいけど適当に。無理か。あと一歩行ったとしても無理だな。
じゃあちょっとこっちの方にいよう。俺たちならいいですよ。カイト発生がだいぶ減ってんな。一回最後の最後に回復をさせよう。了解。全体回復をするか。チョコレート10個もあるし。進むだけだ。攻撃は不能だ。必殺技か。防御しよう。あれ必殺技じゃねえし。防御なんだこいつら。必殺技持ってないのか。150溜まってるよね。だって任せよ。まあ、反撃できるときは反撃をする。総攻撃を開始しよう。最大出力で決着をつける。キャプテンコルド任務完了。よし18。そこか、行くぜ。ここにも溜まってきたな敵が。ウーキーってそんな名前なんだ。すげえ一般の戦闘員だなこれ。かわいそうだな。SP がない。さてこいつらで私ね。あれはないね。任務を開始します。複数技はないね。カイト君大丈夫だ。ちょっと遅いか。こいつらもうあれだな、来た頃には戦闘が終わってそうだな。まずはチュンリーで後ろからこいつをぶん殴る。本気を見せてやろう。これ回るぞ。ほら構えない。いつだって急団中入れてやろうぞ。やっやっやっ。よーし。でこいつをストライダー飛竜で倒すか。2万2000くらいだったらいけんな。構わん。この俺の力。まずブロック解除。僕と有利なら勝てる。そう抜刀流の奥義。マジで。こっからはマジで行くよ。いっちゃあがり。遅い。はっ、切る。切る、後ろだ。はっ、切る、遅い。はっ、強い。どうしよう、これ普通に6000だったら、もう一匹のやつで殺せそうだな。予定変更。惨状つかまくり。なんて、とりあえずこっちで一回技を使おう。攻撃対象をこいつにする。シュトルムジュニア。勝たなければなら。さあ受けてみなさい。まずはブロックをガード。逃がさないわ。蹴り上げる。金剣。うわ、ちょっと高かったな。私は人の道を行く。連携勝。全然当たってない。やっちゃおう、シエルちゃん。ねえ、今のね、水味だよ。行け、集中活動。切り捨てる。で倒す。もうだめ。死なせません。二振りのファルシオンよ。私たちに勝利を。未来のために。あれこれ見たことないな。カットしちゃったけど。この勝利が未来につながるだ。フード付き青ジャケット。まだやるべきことがあるのでな。次はタスとキャプテンコマンド。犯罪超人たちの目的が見えんな。ろくでもないことさ。それだけは確実だよ。俺だな。バシロンで殺せんでしょう。ここが勝機。仕掛けと受けろ。だはぁ足で刃。うわぁ手にかかる。コマンドチーム出撃し。ほいぃ。よし、オッケー。ジェネティがいてくれたらもっ。ここまで戦力差があるとはな。撤退する。
俺たちの遭遇は予想外だったようだな。奴らにとっては運が悪かったな。あとは、うん、さらわれたエステルさんを取り戻さないと。こいつ攻撃できる？あ、できるね。一回突っついておくか。一気に仕掛ける。ルミナンサイス。やっぱり3人いた方がいいな。これは必殺技は使わないでおこう。存じるとは。ゴッドイーターで倒す。お願いします。僕と有利なら勝てる。逃しはしない。やれます。やってみせます。お願いします。対空射撃。この一戦引けません。インパルスエッジレスキー。ザーン。撃ちます。これは普通の攻撃で倒せるか。おお、いいね。2万くらいだったらもう楽勝だな。目的を果たした。長居は無用だ。もう雑魚敵とそう変わらないもんな。ずいぶんあっさりと引き下がったな。何を考えているのか。そこか。いや、お前らさ、この状況を見てよく戦う気になれるな。ボス3人あっさりやられたぞ。無理だろこいつらじゃ。力の差もわからんとは。悲しき奴らやの。反撃しよう。神聖なる剣族。魔神剣。すごい。本当。魔神剣。あ、残った。魔神剣。かわいそうすぎる。完全にゴムまりのように。誰で倒そうかな。18 18 19。バッシュロンも18になったな。なんだかんだで。俺様五十千。私の背負うものよ。ファイヤー。打ちまくるんだ。ローラーが追いつきろ。キープ。悪は滅びる。それが世の常だ。キャプテンコルド任務完了。こいつちょっとパワーあるか。よし、これで今度こそ終わりだな。ステージクリア。 OK。 セガタ君、君は戦闘に参加しなかったけどね。ふう、終わったみたいですね。騎士団の方に連絡をしておいた。この町の稽古は引き継いでもらったよ。事情聴取は面倒だ。早めに立ち去るべきだな。素直に賛同はできないけど、それが良さそうね。俺たちはこのままエステルを探す。悪いがまたな。水臭いぞ有利。以前の借りを返させてもらう。協力するのは構わないけど、どこに行ったか見当がつかないわよ。とりあえず博士を呼んだ。何か見ているといいんだがな。おお、来た来た。おおっと、なんだこのバカでかい鉄の車は。うん、スチーム度満点。もしかしてこれが赤い飛空艇。ああ、俺たちはこれに乗ってきたのさ。外で待機してもらっていた。毎度お待たせ。ちなみにスチームではなくてよ。動力源は。博士、町の外で何か変わったことはありませんでしたか。こっちはいろいろと敵が入り込んできたのよ。そっちは大丈夫だった。こっちは特に。ただ娘を助けたければ落ちたタルカロンに向かえって言われたんだけどね、さっき。タルカロン？町の名前かなんか？古代都市タルカロン、どこで？誰から言われたんですか？おいおい、誰かに会ったのか、博士。ついさっきだけどね。赤と黒と金色の派手な服で、金髪のイケメン、本当に。誰だ？求婚したけど断れたのよ、やんわりと。異世界で急に求婚すな。ちゅうか、そいつは誰じゃ？名前は？さあ、タルカロン云々の話の後、急にいなくなっちゃったけど。何者なんだ？ユーリ、ここは地元だろ。心当たりは？さあな。ただ、そいつの情報は間違いないと思うぜ。場所はわかるのか？案内はできます。ただ、陸路ではかなりの距離が。それなら大丈夫。この車飛べちゃうんだから。ああ、そうか。赤い飛空艇だったな。そういうことだ。じゃあ、博士、頼んだぜ。
了解よ、というわけで乗って早く。わかった、とりゃー。ありがとうよ、デューク。あとはてめえでなんとかするぜ。もうこの場からさ飛べるっていうのがすげえよな。何の助走もつけずに。とりあえず瀬形三四郎が仲間になったので見てみましょう。だいぶ会話的に優遇されてたよな。こいつはすげえみたいな。いた。瀬形三四郎、俺の遊戯は真剣だ。なるほどね。空手初段、柔道三段、抜刀道四段など数々の武道に精通している。いや、たかがそれだけでさこの世界渡り歩いていけねえだろ。柔道着一丁だよ。刀に切られてそのままやられて終わりだよ。というところで、では第21話これで終了したいと思います。